めちゃくちゃ出来の悪い新入社員みたいな感じやね。この先、あっちか。とりあえず落ちんように気をつけんといかんね。あ、大丈夫っぽい。なになに？え、何の音？めっちゃお前かい。このガキどもが、今度は逃がさんけえの。また出た。こいつ、さっき下に落ちたはずなのに。上がってくるの早くね。うえい。ひー。なんでしょう、この音は。崩れるね。今の衝撃で。こっちかーい。まあ、一応逃げれたけど。なんなのあいつ。バカなの？お。あ、ここジョーズのとこやない？違う？なんか実験器具みたいなのいっぱいある。ガフ、グフ、ゲフ。いいね。思いっきり踏んづけとるし。いってててて。みんな無事か？ちょっとウィスパーがしんどるかな。なんとか。クッションみたいなのが置いてあって助かったにゃん。クッションじゃねえ。それクッションじゃなくて私。そんなことよりここどこにゃん？そんなことって片付けたし。そんなこと？君たち、なぜここに？あ、やっぱり。スティーブ・ジョーズ。スティーブ・ジョーズさん？どうして来たんだ？決して近づくな、と忠告したはずだぞ。あんなの振りにしか思えないからだ。うわ、来た。なに、地震？きっとさっきのおっかない奴が、上の方で暴れ回ってやがるんだ。奴め。もうこの洞窟のことまで嗅ぎつけたが。もしかして、あいつのこと何か知ってんのか？詳しいことはわからない。だが一つだけ確かなことがある。そういえばあいつと戦いよるときに前に助けてくれたよね。奴の狙いは、この洞窟の近くに墜落した UFO だ。UFO？ 本当に UFO がこの近くに。うわ、なになに、落ちてくるんやない。うわ、なんだかさっきより音が大きくなっていません？まずいな。このままでは洞窟そのものが崩れてしまう。こうなったら、奴より先に UFO を見つけるしか。だったら俺たちも力を貸せ。もともとそのつもりで来たんだからな。それじゃあ UFO を探しに行こう。待ってくれ、ケイタ。行く前に君に渡しておきたいものがある。なになに？マックラン洞窟は巨大な岩だらけだ。それが邪魔して先へ進めなくなったら、きっとこの妖怪ドリルが役立つはずだ。妖怪ドリル。妖怪ドリルを手に入れた。これで崩して進めと。妖怪ドリル。このドリルは、妖怪ウォッチドリームの妖怪ドリームリンクアイテムの一つだ。これとドリームリンクすれば、洞窟の中でも岩をぶち壊しながら先へ進めるぞ。硬い岩でもジャリジャリと掘り進める。そう、妖怪ドリルならね。使い方はシンプル。岩の前に立ち、A ボタンを押すだけ。この妖怪ドリルを動かすためには、妖怪メダル、それだけがあればいい。そしてそのためのツールがドリームリンク。Y ボタンでいつでも呼び出せる。今まで使っていたサーチ機能もここから選べるから安心してくれ。ドリームリンクのドリルで妖怪ドリルに妖怪メダルをセットすることができる。メダルは種族別の探しやすい設計。好きなメダルを自由にセットしてくれ。基本的には妖怪によってドリルの性能が変わることはないが、それだけでは面白くない。とある限られたメダルをセットすると、ドリルの先っぽがスペシャルな形状に、誰も見たことないドリルに進化するんだ。そしてここから先は、ぜひ君の目で確かめてくれ。おお、なんだかすごそうでウィス。いいねいいね。ありがとうジョーズさん。それじゃあ早速 UFO を探しに行こうぜ。ゴーゴー。とはいえ、この広い洞窟をむやみに探すわけにもいきません。じゃあどうするにゃん？スティーブ・ジョーズさんは何やらお取り込み中のようですから。まずはこの洞窟にいる妖怪たちから UFO の手がかりを集めるのです。きっと誰かが何か知っているはずですから。話ができる妖怪がどこかにいるということだね。妖怪ドリルを使い、岩をぶち壊して先へ進んでくれ。とりあえず矢印の方向に行くしかないよね。お、早速。あ、メダルをセットね。どこ？どれだ？メダルこう、どこだ？泣くね。妖怪メダル。ドリームリンク。ドリームリンクか。で、ドリル。種族のドリル。プリチーでいこう、プリチーで。あ、なんかいろいろ選べれるんや。じゃあ、ジバニャンでいく。ジバニャンのメダルをセットします。硬い岩を掘ることができる。能力があるんやね、それぞれ。まあ、これでいいやろ。さあ、いけい。おー、すげえ。あ、でも結構遅いな。あいつから逃げながら岩を壊すってなったら、だいぶ遅いな。よし。でもせっかくさ、こうやって、岩に守られた場所でいろいろと研究しよったのに、私が岩を壊していくことによって開かれた場所になったけど、カード万歳を手に入れた。何それ。お、こいつは。おったまゲーター。おったまゲー。いきなり話しかけるとかダメでした。こっちにだって心の準備ってもんが。ごめん。ちょっとあなたに聞きたいことがあるのですが、この洞窟に落ちたという UFO について何か知りませんか？ UFO？ 知らねえなあ。あ、でも、すんごくでかい音なら聞いただよ。でかい音？んだ。この上あたりから聞こえてきて、おったまげーって叫んじまっただ。行きますよ。その音、怪しいですね。上のエリアに行ってみましょう。墜落した UFO を追え。おったまゲーターの情報を掴んだ。さっきのやつじゃないんそれ。ねえ、ぽいよね、ぽいよね。とりあえずここ上がってって。上に上がってったらあいつおるやん。恐ろしいわ。あ、この場所か。お、カリカリベーコンじゃないか。カリカリカリ。なんかようかり？この洞窟に落ちたっていう UFO について少しお聞きした。あん？ UFO だ？つまんねえことで話しかけんなかり。ひぃ、なんかこの方、カリカリしてて怖いんですけど、カリカリベーコンだもの。だったらさ、最近でかい音とかしなかったか？その音なら聞いたかり。何？それって、どっから聞こえてきたの？あっちの方かり。ゴーンってすごい音がしたかり。おかげでまたあの音がしたら、と思うと、気になってずっと寝不足だかり。だからカリカリしてんだね。カリ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 。なるほど。それでずっとカリカリされているんですね。よし。その音が聞こえてきたっていうあっちへ行ってみようぜ。墜落した UFO を追え。手がかり、カリカリベーコンの情報を掴んだ。どこ？あ、あっちの方向ね。ほいほい。向かってみますよ。あ、岩がある。そして岩の前に。ロープが。これだ。よし。誰？なんすか？かわいい。ナンスカンク。はあ、なんすか？ちょっと。くっそ。さてはあなた、おならしましたね。なんすか？はあ、なんすか？おならとか意味わかんないですね。にゃー、目が。かわいいな、キヨル。ジバニャン大丈夫？なんか匂いがきつすぎて目に来たにゃん。で、なんか用すか？実はこの洞窟に落ちたという UFO についてお聞きしたいのですが。なんすか？ UFO？ なんすかそれ。全然情報にならねえ。じゃあ、すっごくでかい音とか聞こえてこなかったか？すっごくでかい音？ああ、それなら聞こえたっすね。ほんと？どこから聞こえてきたの？この先っすね。うわ、くっさー。ちょっと、あなたね、おならしないと話せないんですか？どういう状態？別に。とにかくこの先へ行ってみようぜ。墜落した UFO を追え。ナンスカンクの情報を掴んだ。めちゃくちゃ出来の悪い新入社員みたいな感じやね、なんか。まずい漢方を手に入れた。お、やったね。そしてまたまたこの岩を壊して進む。うわ、おるし。マジでまた見つからないように。あいつだ。まだこっちには気づいてないみてえだ。今度こそ見つからないように進もうぜ。なんで岩を壊した先にいるんだよ。その先には壊さないといけないんじゃないのか。よし、いける。え待って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 。あれ？ん？今自分がどういう状態なのかがよくわかんなかったんだけども。なるほどね。上の道は上の道で別なんや。ちょっとそこから抜いてくれないかな？抜かないの？動かないの？そいつ。キョロキョロしてるだけっすか？なんかもう喋り方がナンスカンクみたいになるけど。とりあえず向こうを向いとるときにいかんといかんわけだね。オッケー。そこから動かんということが分かっただけでも。よし、オッケー。なんかあいつ微妙に動くんよね。なんなん？ワープ？ワープっすか？ね、なんかめっちゃ走りよる妖怪が。とりあえずちょっと落ちんようにせんとね、ここ。落ちたら。なるほど、あっこに繋がっとんか。こっち来た意味なくね？それでか、さっきなんかすげえワープした感があったんやけど。そこ邪魔だよ。めっちゃ普通に言うけど、そんなとこにいられたら邪魔だよ。絶対通れんくねこれ。絶対通れんくねこれ。見つかっちゃいかんのやろこれ。あー怖っ。あー。ちょ、体力回復。キュピピー。妖怪たちの HP と容器ゲージが全回復した。キュキュ戻る。よし、そして。進めーい。お、あっこがゴールか。よし。てか、この音絶対気づくことない。おー、開けた場所に出た。あれ、UFO？ はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。